ボーチャードピストルは1893年に開発された世界初の実用自動拳銃とされる銃である。ヒューゴ・ボーチャードにより開発されたこの銃はライフルなど大型銃に使用されていたトグルアクションと呼ばれる機構を片手でギリギリ持てるサイズまで縮めたオートマチックハンドガンの元祖ともされる銃である。口径は7 6 5ト、mm、ル。 弾は専用の7.65ボーチャード弾を使用する。拳銃としては重すぎて実用的ではなかったため、小型に改良されたものが、ルガー P08 となった。本銃は、ヒューゴボーチャードがアメリカに移住してから製作したので、ボーチャードピストルと呼ぶのが一般的だが、一部ドイツ風に、ボルヒャルトピストルと呼ぶ向きもある。機構は、ほぼ同一のため構成と外観は、 ルガー P08 によく似ている。大型化した P08 といった趣だが、バレルが長く、グリップが重心に対しほぼ垂直に取り付けられ、大きく伸びた重尾につけられるストックを邪魔しないようになっている。本銃の最大の特徴として、トグルジョイントと呼ばれるスライドの折りたたみ機構が採用されており、小トリコイル式で動作した。閉鎖時のトグルジョイントは、 圧縮に対しした方向に折れるようセットされるが、下側にはレシーバーが存在するためこの動きは抑制され、結果としてバレるとボルトをロックすることになる。トグルジョイントは激発時にバレるおよびボルトと一体となって交代するが、レシーバー部の傾斜によってジョイント中央が持ち上げられることにより、今度は圧縮に対し上方向に折れるようになりこれがロックの解除となる。 その直後、バレルの交代はレシーバーによって止められるが、ボルトは完成により、ジョイントを上方向に折り曲げながら、さらに交代を続ける。初段をロードする際は、ジョイント部を引くことによって、ボルトをオープンできる。斬新な機構ではあったが部品数の増加や高度な、工作技術を要する、機構が脆弱となるなどの問題点もあり、エルマ KGP-68 などの意図したコピー。 類似拳銃を除き、ルガー P08 より、後の拳銃には使われていない。この銃では、トグルジョイントにテンションを与えるのは板バネであり、銃尾にバネの格納とジョイントの動作スペースを確保するバルジがあるのがもう一つの特徴である。また、クリップ内部にマガジンを格納した最初のモデルでもある。トグルジョイントは、ルガー P08 とは違い左側に突き出し部分がある。 またトリガー及びトリガーガードも左側によって取り付けられている。重心が後ろに偏った構造上重心の跳ね上がりが非常に大きく、命中率を上げるにはストックが必要だったと推測される。ボーチャードはボーチャードピストルと同時に 7.65mm リムレスボトルネックカートリッジを開発している。これは後に 7.63mm マウザー弾となり、 モーゼル C96 や、トカレフ TT-33 などで採用され、東側の主力軍用拳銃弾となった。ありがとうございます。